Это Потёмкин. Фильм идёт. どうも、ご無沙汰たんごちぶんぶんと申します。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回語る映画はこちら。至福のレストラン、三つ星、トロワグロ。ということで、フレデリック・ワイズマンの新作ドキュメンタリーとなっております。まあ、フレデリック・ワイズマンといえば、ボストン市庁舎ですとか、ニューヨーク公共図書館とか、すごい長い時間、4時間ぐらいかけて、その人と人との個の、対話とか、そういったのを積み上げて、やがてその社会とかマクロ的なものを見せていく。まあ、人間のモザイクを通じて、その社会を描いていく、そういった監督ですね。で、まあ、ドキュメンタリー映画監督の中のもう重鎮、ボスみたいな感じで、90歳を超えてもなお映画を作り続けていて、で、もう94歳ですよね。で、そんな彼が今回テーマにしたのは、その三つ星レストラン。フランスにあるトロワグロというね、三つ星レストランがあって、で、2017年になんか田舎町のウーシュというところにその新店舗を構えて、その後継者にあたるそのミシェル、セザール、レオ、この3人がその試行錯誤しながら料理を振る舞う、その、まあ、三つ星レストランの裏側を見せていく、そういったドキュメンタリーとなっております。で、実際にまあ、インド旅行から帰りまして、平日なんですけれども、文化村、ルシネマ、渋谷、宮下に行ってきました。まあ、平日にもかかわらず、すごい賑わっていましたね。年齢層高いおじいちゃんとかおばあちゃんとかが、その、興味深そうに、駆けつけてきて。で、まあ、料理のね、映画なので、まあ、コンセッションでちょっと高めのね、ものを買って、みたいな。まあ、私もね、まあ、料理ドキュメンタリーということもあって、ペリエを、500円ぐらいするんですけれども、それを買って、見ました。で、まあ、前半と後半でちょっとガラリと変わる作風で、まあ、全体を通してみると、ちょっと、まあ、いつもより切れ味がないワイズマン作品なのかなって思いました。まあ、それも含めて今回こちらの作品、至福のレストラン、三つ星トロワグロについて、お話ししていきます。どうぞよろしくお願いします。さて、本作はですね、まず、その、市場ですね。なんか、フランスって、その、休日になると、街中、まあ、広場みたいなところに、屋台的なのが出て、そこでいっぱいお野菜買うことができるんですよね。で、そこにレストランの人がやってきて、まあ、野菜とかね、モロッコの、ご当地の野菜とかを買っていくというところから始まります。で、舞台裏から始まるんですけれども、フレデリック・ワイズマンは結構経済、経営的な観点、経済的な観点、あとは、まあ、社会問題的な観点を中心に取り上げることが多いんですよね。まあ、料理のドキュメンタリーっていうからには、料理だけを取るってわけじゃない。まあ、それはニューヨーク公共図書館で、まあ、どんな本を置くのか、まあ、有名な本を買っておくのか、まあ、図書館としてはその古いで高い本を置くべきだろう。で、予算はどうするかみたいな議論をしているんですけれども、まあ、そんな感じで、その至福のレストランも、内部の社会的なものを捉えていくんですよね。例えば、このレストラン、田舎町にあるんですけれども、まあ、なるべく、自分で、農園を育てて、キノコとか、キノコもそうなのかな？まあ、野菜とか、牛とかを育てて、まあ、地産地消をしていくみたいなスタイルをとっている。で、それはなんか10年ぐらい前だと、あんま一般的ではないんだけれども、まあ、それをやることによって、まあ、環境にも配慮するみたいなのを考えているっていうことが、語られるんですよね。あとは、やっぱり料理業界にも、ハラスメントとか、そういったモラハラ、セクハラみたいなのがあると。で、正直、至福のレストランの、トロワグロでも、そういった、問題を抱えていたっていうのが、これドキュメンタリーで、まあ、通常だったら痛いとこって見せないじゃないですか。でも、なんかそういった問題がかつてあったみたいなことがちゃんと言及されるんですよね。
で、その上で、まあ、第三者委員会といいますか、まあ、監視する役で、その厨房側とそのフロント側2人配置して、で、それで監視するよ、みたいな。で、まあ、冗談交じりにっていうか、笑い声とかが聞こえるんだけれども、いや、これはジョークじゃなくて、まあ、切実な問題だっていうところ。そういったところを見せていくのは、やっぱりワイズマン的だな、ワイズマンならではの視点だな、みたいな感じなんですよね。で、容疑の場面に入るんですけれども、教育のところを中心に描くんですよ、前半は。なんか海外から来た人とかその弟子みたいなのが厨房で用意するんですけれども、まあ、これは良くないやり方だみたいな、本を見て勉強しろみたいな感じのことを言ったりとか、あとは実際にそのレビューを受けるみたいな、そのなんか料理とかそのソースとかを作ってレビューを受けるみたいなことを言うんです、場面があるんですけれども、まあこれがね、まあ会社員だったら誰しも、まあエンジニアとかもあるじゃないですか。なんかそれに近いですよね。なんかこれはこうした方がいいみたいな感じで、まあ議論しながら、でも割とその料理長が考えているその思想を押し付けていくみたいな感じとかがあって、まあこれが結構生々しくって面白いんですよね。で、そのなんか。こうした方がいいんじゃないかみたいな、なんか、アドバイスとかをちょっと小出しにして、なんか様子を伺うみたいな、部下が様子を伺うみたいなところ、これ会社とかでもよくあるな、よく捉えたな、みたいな感じでめちゃくちゃ面白かったですね。で、中盤のあたりで、なんかこの映画を象徴するような、言葉が出てくるんですよ。なんか赤ちゃんに、ご飯を食べさせている、まあ女性のお客さんかな、みたいなのがいるんですけれども、その料理は、その、虚構だ。まあ原文だと、ラ・キュイジーヌ・ネパル・シネマっていう感じですね。まあ虚構、シネマっていう感じで言っているんですけれども、これって結構本質的だなって思ってて、まあ芸術論にの分野での話になるんですよね。よく言われるのが、その映画とその絵画を見るっていう芸術的な体験とゲームをするっていう体験は違うよと。ゲームは、その、まあ我々、ユーザーが実際にコマンドとかを打って、それに対して返ってくる。インタラクティブなコミュニケーションの中で生まれる、まあ芸術需要の。ただ見るというよりか、鑑賞というよりか、需要の側面が強いみたいなのはよく言われます。実際に、ビデオゲームの美学というね、本でそういったことが書かれていましたけれども、三つ星レストランで食べるっていう料理体験も割とそっちに近いんじゃないかっていうのが、この、言葉から、分かってくるんですよね。それはどういうことかっていうと、まあ、料理一つ一つって形が微妙に違う。どれも完全に一致するもの、同じ味っていうのはないんですよね。でもその料理長がある程度そのシステマティックに構築していって、まあ、大体同じように感じるような体験を提供する。まあゲームに近いですよね。で、なおかつ、三つ星レストランなので、そのお客さんの要望を聞いて、この人アレルギーだから抜くとか、そういったのを細かくカスタマイズして提供する。で、ただ料理を提供するんじゃなくって、そこで雑談をするんですよね。料理長が雑談をすると、小話をするんですよ。例えば面白い話で言うと、三木本っていう、料理が出てくるんですよね。まあ日本の名前なんですけれども、なんでかって言った時に、料理長が、まあ日本に行った時に、日本に行ったっていうか、日本に行ったんじゃないか。なんか、料理を振る舞った時に、その人が、ネックレスをしていて、で、なんか日本のみたいな感じのことを言うんですよね。あ、三木本ですかみたいな感じの、ジョークから生まれたみたいな、そういったお話。で、目の前に食べているのは三木本ですよ、みたいな。確かそんなシナリオだった。間違ってた。すいません。そんな感じなんですけれども、そういった、料理
にそのナラティブを与える、これも重要だっていう、ことが語られているんですよね。でもそのこれってあくまで映画じゃないですか、シネマじゃないですか。だからそのまあ映画的なところを後半見せていくんですよね。それは何かっていうと、前半の用意の部分はその淡々とした感じなんですけれども、後半だと一気にその用意のシーンがドラマチックになっていくんですよね。料理長が鍋を並べながら、もう手際よく鍋とかその道具とか手に取って引き出しを開けて戻してをしながら、そう、あの何々しなさいみたいな感じでいろんなところに目を配りながら命令をしていく。で仲間が集まって一緒にその料理を盛り付けしたりとか、その胡椒を振りかけたりとかして共同作業していく。映画的なその連携プレーっていうか、そのショットが見られるんですよね。でこのことから、まあ、料理は確かに、シネマでは、虚構ではないみたいなことを言っているんですけれども、でも、なんか、虚構と現実の、なんか、狭間にいるのが料理なんじゃないかみたいなことを語っていて、あ、これっていうのがこの映画で一番言いたいことなんだろうなっていうのを思いました。で、一方でちょっと構成に関しては割と難があるかなと思っていて、その、じゃあ、その、料理とは、その、虚構じゃない。でも、なんか虚構と現実を、の狭間にあるものとしたときに、その、フードレストランですとか、そのホテル。まあ、このレストラン、ホテルを携え、得ているんですけれども、そのホテルでの体験も拡張したその虚構として映せるんじゃないかみたいな感じで軽く出てくるんですが、ただ出てくるだけなんですよね。で実際にそのフードトラックっていうのは、その今後のその経営を考えてのその戦略なのかっていうのが全然わかんないんですが、その最後にの最後にその自己紹介みたいな感じで、本当4時間走り終わった最後の方で、そのようやくこのレストランの全貌みたいなのが全部語られるんですよね。お客さんとの対話の中で、その中でなんか2017年ぐらいにそのお引越し、なんか新店舗を構える中で、まあ建築に2年ぐらいかかると。でその間にどうやらそのなんか町の人に料理を振る舞ったみたいな話をしていたんで、フードレストラン的なのをやっていたみたいなことがわかるんですよね。ただその順序が逆になっていることで、そのちょっと混乱を呼ぶと言いますか、その突然フードレストランの話が出てきたな、ただ取れたから入れただけみたいな感じに見えてしまったのが難点かなと。あとはやっぱりレストラン周辺のエピソードっていうのが素材を選ぶところばっかり映していて、でホテルのシーンを映すんだけど、実際に宿泊客とどういう関係を築いてきたかっていうのが描かれないっていう点で、なんかちょっと雑な作りになっているんじゃないかって思って、まあ全体的に見るとワイズマンの中ではそこまで可でもなく不可でもないみたいな感じの作品だったんじゃないかなって思いました。あと結構思ったのが、料理の盛り付けそんなにうまくないっていうか、意外と雑なんだなっていうのが思ってて、なんか結構傾いてたりとかするんですよね。あともうパッパッパって手際よくやってるから雑然としているみたいな感じがして、実はそのこのトロワグロってそんなに大したレストランじゃないんじゃないかなと思って、なんか一応行った人のレビュー見ようと思ってブログ調べたんですよね。で日本人で行った人のレビューを見たんだけど、やっぱりいろいろオペレーションに難があるみたいなことを話していたんで、ああやっぱりみたいな。だから決してまあミシュラン三つ星だから最強っていうわけではないんだな、なんか人間的な感じなんだなっていうのは思いました。ということで、いかがでしたでしょうか。当チャンネルではこのようにいろんな映画のレビューとか批評とかしていく映画批評系 VTuber となっております。もし面白かったら高評価、チャンネル登録お願いします。モチベーションにつながります。それではまた今度。